どうもこんにちは、ミカスです。今日はこちらポータブル電源を紹介しようと思うんですけど、 231Wh のタイプ、 330Wh と 500Wh の3種類紹介してみようと思います。で、ポータブル電源はもう単純にバッテリーの容量で価格が変わってくるんで、使い方に合わせて、まあちっちゃいので十分だって人もいるし、でっかい方じゃないとダメだよって人もいるとは思うんですけど、あとはね、一番右にあるのがソーラーパネルですね。今回はちょっとこれをね、紹介してみようと思います。さあ、じゃあ行きますよ。こんにちは!出た!コンパクト!あ、逆。こんな感じ。うわ、これいいね。すげえちっちゃい。はい、付属品はこちらなんですけども、まあ、充電のケーブルですね。コンセントね。AC とシガーとついてきてます。さあ、ではちょっとまずはね、デザイン見ていこうと思うんですけど、なんかね、まあ、黄色っていう色がちょっとバッテリー感があってすごく個人的には好きなんですけど、なんかちょっとこう、タフなギア的な、こうキャンプに合いそうなデザイン。液晶画面をね、非常に小さいコンパクトな液晶画面がついてて、でここに、まあ、ライトのボタンがあるんですけど、ライトっていうのはここですね。ここに LED のランプがついています。ちょっとつけてみましょうか。はい、明るさはね、これかなり明るいな。いや、点滅した。うん、明るさは切り替えはできないみたいですね。ちなみにこういうとこシリコンです。はい。で、まあ、シガーがね、ついてます。12V 出力。それからここは、充電の差し込み口になりますね。で、USB が A が2つと C が1つついてるんですけど、クイックチャージとパワーデリバリーということで、まあ、C のね、パワーデリバリー規格に対応してるんで、まあ、出力はね、かなり USB でも大きい出力が出せる仕様になっていると。で、ここに AC があるんですけど、AC はこれね、蓋付き。おー、しかも合わせ付きだ。で、これ、蓋ね、バネ入ってます。なんで AC だけ蓋付くのかな?ちょっとそこはわかんないんですけど。で、容量はね、さっきも言ったんですけど、231Wh。で、AC の出力の方が、まあ、定格で 200W です。まあ、200W の家電だったら、まあ、長時間使えますよと。瞬間最大が 400W なんで、一瞬であれば、電源入れてすぐ、バッとこうね、電気が必要になるっていうのでも、まあ、使えますよと。まあ、この辺が分かれ道だと思うんですよ。200W の出力で十分だよっていう人と、いや、足んねえよっていう人で、要するに、例えば、電気毛布を長時間使いたいとか、あとはまあ、充電系だったり、ランプ系だったりっていうのであれば、もう全然これで十分事足りるんですよね。スマホからパソコンから充電できちゃうし。で、当然純制限波に対応してますので、パソコン充電しても何ら問題はないと。で、何しろやっぱりね、コンパクトですよね。軽いです。全然もうね、アウトドア、キャンプに持っていくバッテリーだったら、本当はね、個人的にはね、これ以上のは持っていきたくない。なんともジャストなサイズ。で、価格もこれ 23,800円ということで、まあ非常に買いやすい値段なんじゃないかと思います。ちょっと電源入れてみますね。はい。今、残量が 51% って出てますけど、まあ液晶はちっちゃいんですけど、かなり見やすい液晶になってますね。で、ちゃんと今何をどんだけ出力してるかっていう表示もついてるんで、まあ必要にして十分だなと。で、この液晶大きいモデルもね、自分持ってたりするんですけど、結局出てくる表示ってほぼほぼ一緒で、数字が大きく見えるかちっちゃく見えるかの差でしかないんじゃないかなといった感じですね。AC でも充電は5時間から8時間、まあ、DC だと9時間から11時間ということなので、まあ、充電はちょっと時間かかる感じになってますね。はい。まあ、使用用途とかあと価格とか考えると、なかなか使い勝手いいんじゃないかなといった感じです。では次。はい、お次は 346Wh のタイプになります。ちなみにさっきのと比べるとこうなんですよ。まあ、一回りかな。一回り大きいっていう感じですかね。基本的な機能っていうのはまあ同じになるんですけど、346Wh のモデルは、まあ USB と DC にも蓋がつきます。はい。はい。
ね。で、USB の端子も1個。クイックチャージの A の端子が1個多いですね。はい。で、AC に関しては同じ。で、こっちが充電口ですね。まぁ、ちょっと配置は違いますね。あと液晶が少し大きいと。実はですね、これ、天面なんですけど、はい。まさかの無接点充電がついてます。だから、ここスマホ乗せたらスマホ勝手に充電するっていうね。で、さらに、この、これ面白いな、このハンドル。ハンドルに LED がついてます。で、ここのボタンで、こっちのね、横の LED と、まあ、こっちを、まあ、こう、切り替えるっていうね。ハンドルに LED ついてるのはちょっと自分も初めて見ましたね。斬新。じゃあちょっと電源入れてみます。液晶画面が、まあ、若干大きいので、まあ、表示される内容っていうのは変わらないんですけど、まあ、見やすいですよね。じゃあ iPhone 乗せてみます。はい、充電されました。ということで、無接点充電がついていると。まあ何が違うかっていうと、まあ追加で LED がついたっていうのと無接点充電がついて、で、まあ出力、それから容量が増えたっていう感じですね。基本的な機能としては、まあ一緒になります。はい、ズドン！今度のはやっぱりちょっと大きいな。このぐらいのサイズが必要っていう人はもうこれ一択になるんじゃないかと思うんですけど、定格 500W、で容量が 634Wh100、まあ、100W であれば6時間使えますよっていう容量になってますね。でまあこのモデルに関してはさっきの 346Wh に対して、まあ、結構もう大きくなりますね。で機能的には 346Wh のモデルと同じになるんですけど、まあご覧の通り AC がこっちは1個多いです。 AC2 個ありますね。でまあ AC2 個なんですけど、これは別に、ね、容量が超えなければ、まあ、超えたら勝手に安全装置で止まるんですけど、まあ三つ股繋いじゃってもいいです。だからまあ2個口あるんですけど三つ股使って増やせるんで、まあこれは別にあまり2個でも1個でもあんま変わらないのかなと個人的には思ってます。はい。で USB は、さっきのと同じ A が3つの C が1つですね。で DC といった感じですね。で同じくやっぱりこの取っ手にね LED のこっち側のライトと、まあ、こっち側のライトがつくといった感じになってます。まあ電気毛布を一晩使いたいとか、あとはそれなりのそのワット数の、まあ、電化製品を使いたいっていう場合はやっぱりこのぐらいのサイズが必要になるのかなと。で個人的な経験上で言うと 500W あれば大抵のものは使えると思うんですよ。まあ、ドライヤーを外持ってってドライヤー頭を外で乾かしたいとかっていう目的がなければもうほぼほぼこれで足りんじゃないかなと思うんですよね。はい、これがソーラーパネルです。ソーラーパネルかなり立派というかでっかいですね。はい、裏面に足がついてます。でこの足のこの角度でもって太陽に対しての角度を調整するようになってますね。でここにポケットがついてるんですけど、この中にはい、バッテリーにつなぐための配線がついてます。で、まあ、パカッと開けると、うわ、ここにも足がついてるんですけど、まあかなり立派なソーラーパネルですね。120W の、まあ、タイプになりますね。なので DC より早く充電ができる仕様に一応なってますね。ただし、まあ、対応次第といいますか。はい、はい、ということでソーラーでちょっと充電してみてます。発電量どのぐらいか見てみましょうか。まあ、角度はいい感じに合わせてると思うんですけど、冬だからなのか、まあ、65W にしかなってないですね。まあ、夏場だともっといくんじゃないですかね。一応 120W のソーラーなんですけど、まあ、天候次第っていうことですかね。さあ、もうね、バッテリーに何かいろいろつないで使えますって言っても、そりゃ使えるでしょっていう話になるんで、一応ね、まあ、Mac だけちょっと充電してみましょうか。パワーデリバリー。はい。
まあ、あんまりね、電池減ってないので、はい、まあ、あの、パワーデリバリーでね、まあ、60W ぐらいで MacBook Pro 充電できてます。あとはもう単純に容量と価格と照らし合わせながら自分の用途に合わせて選んであげればいいんじゃないのかなっていう感じですね。個人的にはね、これがいい。このちっちゃいの。これいいよ。車中泊とかキャンプとかに使うの多分これ最高だと思うんですよね。ということで、統合パワーのポータブル電源紹介してみました。以上です。じゃあ、犬。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。